こんにちは楽に楽にじゃない楽々稼ぐための心構え楽観的な営業マンは悲観的な営業マンに比べ56%も営業成績が良いこれが、えー、つい先日3日前か読んだこのね幸福へ7つの法則という本の中に書いてありましたでこの本ね、えー、今まで まあ私がサポートで言ってきたことを、えー、脳科学的に、ね、脳の構造的に、えー、正しいというのがね物の見事に、えー、証明されている内容がありました、ねまあ、なかなかね、えー、興味がある商品を扱えとかね楽しいと思ってやった方がいいと言ってもな,なんだそれあのおまじないか迷信かみたいな感じにね、えー、捉えちゃう方もいらっしゃるんですけど、まあ、そうじゃなくてこれは脳の構造的に正しいと。 いうのをね、えー、書いてあったの見たこれはいいなとまあ、この内容をちょっとマニュアルに盛り込んでサポートに盛り込んでね、えー、書いていこうと思いますなぜそうするかという説明をねこの本の内容なんかを合わせてやっていくとまあ納得少なくとも私がこうやった方がいいと言ってるだけよりはね動きやすい信じやすい 頼りになるんじゃないかなと思うんでね、この7つの法則を解説していきます。で今日はまず、目次、目次だけ、目次っていうかね、7つの法則の中身の、えっと、ざっくりじゃなくてな、ね、い、タイトルだけ、でそのタイトルが、ね、サポートナインどう結びついてるかっていうのを、ね、説明して、まあ、リクエストのあった順、あるいは、ね、必要な、重要度の高い順にね、これを マニュアルに落とし込んで解説して作っていこうと思います。でところでこの本ね、どっかで見かけて買ったんですけど、あどっかで見かけて知ったんですけど、まあ幸福優位7つの法則だからね、まあてっきり心理学かスピリチュアル系の話かと思いました。だからね、そんな、まあ、脳の機能のことだったらね優先的に読んだんですけど、えー、そうも思えないんでね。 ずっと読んでなかったけどちょっと気になったんで今回旅行に持ってきましたもともとの題はね法則1「ハピネス・アドバンテージ」それがもともとのタイトル幸せでいることの幸せだと思,って思うことの幸せ自分は幸せだと感じることの優位性と、ね、アドバンテージ楽観主義自分は運がいいとかね自分は幸せだと思っている人の方が えー、良いことも起こるし優秀だという、えー、タイトルなんですけど、これ7つの法則とかね、流行ったでしょうね。あと幸福優位、幸福優位、まあ、そのまま訳しましたね。なんかね、この本プレミアついてるんですけど、タイトル失敗してるなと思いました。まあいいや、まあもとい、ね、プレミアついてるおかげで、本屋で見つけて定価で仕入れればね、読んだ後、ね、アマゾンで売っても儲かりますんで、ね、本屋とかで。 あるいは、ね、ブックオフなんかで、まあ、探ししてみるのをお勧めしますでいや本読むのめんどくさいよという人も、ね、あの必要な部分を私がきちんとマニュアルに落とし込んでマニュアルの補強材料として使って解説していくのでご安心ください。でその7つの、ね、法則のタイトルだけまず並べて、まあ、それをねマゾン室でどういうことと関係するのかを下に 太字で書いてます、まあ、上手に頭を使って楽に稼ぐための7つの法則というふうにね私がなんかあのスピリチュアルみたいなね、えー、心理学みたいな名前じゃないようにちょっとアマゾン質向けに書いてみましたまず法則1ハピネスアドバンテージポジティブな脳は平常時の脳やネガティブな脳に比べて生物学的な優位性を持つ。 これ人間が昔どうやってね生きてきたかとかそういうのに遡って脳がもう構造上こうなってますというのがありますそれで考えるとポジティブな脳っていうのは生物学的な優位性を持つつまり楽観的な人の方がねいろんなアイデアも浮かばして頭もいいということですこの法則から脳を再訓練して積極性を高めることで生産性や業績を改善する方法が学べるこれが興味が持てる商品を扱う 楽しいと思って輸出ビジネスに取り組むということでね。正しいと思って輸出ビジネスに取り組む人は早く大きな成果が出る。これをもう今までね、500人以上直接サポートして結果を追跡しててもう間違いないです。興味がね、えー、持てない商品じゃダメなんですかと、ねあの。興味ない、興味ある商品なんてそんなの興味ありません。まあ、そう言ってきた人はね、そこそこ優秀な人でもね、やっぱりパッとした結果出てないです。 これ何しろ、この本の実験場がハーバード大学ですからね。ハーバード大学って言ってみりゃ、田舎の学校で神道と言われたね、もう地方だったらどのクラス入っても、どの学校入ってもトップ1%の人たちがえりすぐって集まってる学校なんでね、そんだけすごい天才揃いの学校でも、やっぱりね、ネガティブな考えの人はダメ、成果出ないと。 いうことが言えるんでねまして凡人の我々はこのアドバンテージを使わないと目覚ましい結果が出せない望む結果が出ないというのは当たり前だなっていうふうに思います。まもとい法則2心のレバレッジ化自分の置かれた状況をどのように経験するかまたその中で成功できるかどうかはマインドセットすなわち心の持ちようによって絶えず変化するこの法則から幸せと成功をもたらす テコの力が最大になるように心の持ちよう、テコの視点を調整する方法が学べると。これはの要はトラブルがあった際にどう向かうかとかね、えー、そういうことなんですけどどうテコを効かせるかこれはやはり楽しいと思って出身地点で取り組む人は些細なトラブルを気にしないというのにつながります。法則3テトリス効果ストレスや悪いことや失敗にばかり注目するパターンが 脳の中で出来上がってしまうと挫折への道に自らを追い込むことになるこの法則から脳を抑えて再訓練して肯定的なパターンポジティビティを探せばどんな状況からもチャンスが見いだせるということが学べる、ね、これはもう,う後ろ向きな情報をチェックする習慣のある人は挫折しやすいと、ね、なんかねなんで今その質問どっから見つけてきたのかなっていう質問ね結構する人いるんですけど まあ、見事に後ろ向きとか難しいとかね、質問とか報告のたびにね、厳しいですね、難しいですね、と嫌になってきましたみたいなね、文句が並ぶ人は、やっぱ正直挫折してます。ねまあ、これね、もう自分は無理だと思ってやってるとね、脳も働かないと、ね。見えるもんが見えない。 儲かる商品目の前にあるのにねわざわざ儲かない商品探しに行ってしまうとかねそういう本当にあの残念な結果になります法則4再起動挫折やストレスや困難の中でも挫折やストレスや困難さの中でも困難の最中でも人の脳はそれに対処するための道を考え出す失敗や苦難から立ち直るだけでなく その経験があったからこそより幸せになり成功をつかむ道を見いだせるということがこの法則から学べるとこれはもう楽しいと思って輸出ビジネスに取り組む人はトラブルを経験するたびに成果を大きくできる、ね、いやすごい前向きな捉え方だなと思う人はねやっぱりあの悪いことがあったあと大抵いいことやっぱありますんでねあの悪いことあった時にやめちゃったらいいこと来る前にやめてるんでね成果が出ないですけど、まあ、そういう傾向はすごくあります 法則5ゾロサークル大きな試練に圧倒されると理性が感情に乗っ取られてしまうまず達成可能な小さなゴールに注力してコントロール感覚を取り戻しそれから徐々に範囲を広げ広げて大きなゴール大きなゴールを達成する方法をこの法則から学ぶことができるこれ与えられた課題を即実行して余計な情報を入れない人は成果を出すまでのスピードが速いそれとね 初めから全く嫉妬素人なのに、いきなり100万稼ぐとか、張り切って始める人ってね、やっぱりね、100万どころか、なんか、えー、もう本当10万、1万稼ぐのにアップアップしちゃう人が多い、あるいは赤字が出すぎて辞めちゃう人も多い、これはもう、このゾロサークル、ね、ここはあんまり言ってなかったんですけど、ここをね、えー、マニュアルに取り込むことによって、成功率がより高いサポートになるなというのを確信しました。ね まあ、あの解説ご期待ください。法則620秒ルール人間の意思の力には限界がある良い方向に変化してもそれを持続させることは難しい意思の力が尽きれば元の習慣あるいは最も少ない道,最も少ない道に最も抵抗の少ない道にずるずると戻ってしまうこの法則からエネルギーの調整によって別の道を最も抵抗の少ない道に 悪しき習慣を良い習慣に置き換える方法が学べると。これは、忙しい時でも1日10分でも良いので、商品探しを習慣化するというのはね、これ習慣化しちゃえばね、無意識にももう本当、商品パッと見ただけでね、儲かる儲かんないとかね、分かるようになってくるんですけど、まあ、たまにドカッてやってね、またしばらくやんなっちゃってやんないというのは、非常に効率悪い。使ってる時間は変わらなくても、習慣化するよりも効率悪い。 そういうのがねこの20秒ルールで、えー、分かりましたんで、えー、対策も具体的に分かったとサポートをマニュアルに盛り込みますそして法則7ソーシャルへの投資試練とストレスに見舞われると身を丸めて自分の,腹の,自分の殻の中に閉じこもってしまいがちだしかし最も成功している人々ほど 友人同僚家族との人間関係を大事にしてそれを推進力としているこの法則からは成功と卓越をもたらす大きな因子人の力のネットワークにもっと投資する必要があることを学べるとこれは報告支えのことでも報告すことは質問してくださいとまあ、常々言って通りですまあ、これらの何つの法則ハーバード大学の学生1600人に最低一人30分以上面談して得た結果 これら7つの法則を学んだ学生たちは困難を乗り越え、悪しき習慣を良いものに変え、より効果的、生産的に勉強ができるようになった。そして多くが与えられたチャンスを存分に生かして目標を達成し、存続的な可能性を発揮したのである。ということでね、まあ、優秀なハーバードの学生でもこのポジティブアドバンテージが必要だったということです。そして私のサポートはまさに この7つの法則通りの方法でサポートをしています。素直に実践さえしてもらえば成果が出るのは当たり前でした。まあ、そこにたどり着いたのもね、えー、私は楽しいと思って感謝しながら輸出ビジネスサポートをしています。だから正しいサポート方法にたどり着いたのでしょう。おかげさまで10年間サポートを続けてますし、今はね、もう毎年半分以上は日本にいないと。えー、現在私はギリシャにいますけど、 ギリシャ、あるいはね、日本の冬、もうね、寒いのがなかなかきつくなってきましたんでね、えー、日本の冬は南半球、オーストラリアとかニュージーランドは夏ということでね、冬は夏のオーストラリア、あるいはニュージーランドに行きます。まあそんな形の生活ができてるのもね、このサポートという仕事をしてるおかげなんで、まあ、本当に楽しいなと、感謝してるんだと、運が良かったなと。 思いながらまあ安心してねあのサポートの指示通りに進めていっていただいてまあ競馬のこの馬の遮断隊のようにね余計な脇面を振らず取り組んでいただければまあ半年で、えー、売れて稼げるスキル身につきますんでね、えー、ちゃんと脳科学的にね えー、乗っ取った、ちゃんとしたサポートだったというのが分かったんでね、まあ、これサポートに今後取り組みますし、えー、取り組みますし、サポートの中でもより、ねえー、理屈が分かったんで、えー、再現精度をより高めたサポートができますんでね、えー、どんどん相談、報告してください。サポートはきっちりしてます。ね、ちゃんとやってますし、成果は出ますというのを、ねえー、お知らせするために、まず、 この7つの法則というのを紹介しました。後ほど具体的に一個一個、ね、こういう理屈でこうなってると、ね、輸出に当てはめるとこうだという、ねえー、マニュアルなり、えー、情報をシェアしていきます。ただ、まあ、具体的で成果の出る方法は当然、ね、公開動画、公開記事じゃなくて、えー、会員限定の動画、あるいは会員限定の記事にしますのでね、ご安心ください。以上、アマゾン輸出サポーター、堀秀夫でした。